これがパッキリ折れたバットね。はい。パッキリ折れたバットが折れてますね。折れてますね。折れてますね。綺麗に。こうなりました。え？あ、すげえ。滑らになりました。いい、いい。グリップももうもちろん、ね、自分のでしょ。この前もちろん自分のでしょ。松屋に残ってるもんね。そうそうそう。すご。じゃあ失礼します。じゃあちょっと話してもらいますよ。いきます。あ、いいね、いいね、いい感じ。もっとゴツゴツするのかなと思ったら、いいじゃないですか。これはスルッと入るでしょ。スルッと入るね。ちなみにちょっといつ登ってるか分かんない。さすがにこれわかんないけど、でも、最近だね。でもこれ最近だわ。まあ、バットは練習か、まあ、試合で折れたかという感じで、はあはあ、まあ、これはでも完全に、これはいいけど、これ完全に試合、試合だよね。これ余裕で試合。このグリップが黒いのはもう試合、しかも最近、ね、最近一番いいのはね、ファールで折れた時が一番いいね。あ、そう、あとは折れてヒット。あ、折れてヒットは最近、折れてヒット、それはもう、あとは最後、最後の印象を削ってヒットを出してくれたってことで、感謝の意味を込めながら、こういう風に再利用していけたら選手としても嬉しいですね、はい、いい感じなんで、みんな使ってみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ石川選手、バットがくすべらになりました。これくすべらに、これ磨いた方がいいですね。いや、使った感がすごい、使った感がすごいですね。で、後ろにこの G36 の、いや、すごいっしょ、これは画期的でしょ、これ。ぜひ履いてみて。これはいいでしょ。これはいいでしょ、絶対的に。自分のってのがいいでしょ、ね、あの、いつも握ってるところが。靴べら史上一番やりやすい。いや、これはいいですね、おしゃれですね。自分がいつも握ってるところからよりフィット感が、うん、靴べらだけじゃなくて、ちょっとこういうこともできますからね。ちょっとやっとこうわ。ありがとうございます。かっこいいっす。ちなみにいつ折れたバットかって覚えてる？キャンプ中、キャンプ後ですね。今年は今年だね。今年は今年、はい、2021年2月にできたバットなんです。あ、なるほど。で、ここちょっと見えてるのが、これゲーム用の。あ、試合、じゃあ試合で折れたバット。試合で折れてるですね。どうですか、これ。ああ、これですね。ここの、あ、この部分が、ここの部分ですね。オレンジの。なるほど。ああ、かわいいじゃん。いいでしょ。直樹のやつ。おー、直樹のやつ。しかも大サイズ、これが、ね、これちなみに今年のやつかな、バット的に。そうですね、今年のそのグリップも形も、はい、だから練習じゃあんま折らないでしょ、バット。多分試合で、試合だよね。どこで打った、折ったバットかちょっと分かんない。このバット、オープン戦とかじゃないですかね、多分かな、多分黒を使わないから、たまにしか。製造の工程をこういう風にちゃんとね、職人さんがね、作ってくれてる。形を整えて、こういう手作業ですから、すごくこんな、なんだろう、手の込んでる感じがする。なかなか、ね、自分の使ったバットこういう風に靴べらと形でなることはまあないんで、持っとくだけでいいなっていう感じもします。ぜひ皆さんも使っていただけたらなと思います。